いやーそのあのネ,ネガティブがあったからポジティブになろうとかとかこうするとポジティブになるとかって僕生まれた時からずっと楽しく暮らしてるのでその変える必要性はないへえ<ー> <laughs> じゃあもう昔からもう全然もう何を言われてももうなんかもうどうやもいいって感じなんですかんこここううう例えばこう、はい、自分がイラッとするなんかこう ことを言われたりとかした時のマインドってどうするんですか。えっと、あの、元々はもともとは、あん人間社会にあんま、所属してなかったんですよね。あの、あ<ー>まあ、その。なるほなんか友達と暮らすとか、その兄弟と仲がいいとかって人は。その兄弟との、なんか、つながりとか、友達とのつながりとかっていうの。で、いろいろ、こう、社会性を帯びるんですけど。僕、割と、ずっと一人で楽しい生活をしてたので。うん なので、あの、小学校の時に、その、歩くっていうのをようやく学んだんですよね。あの、どこか行きたいと思ったら、<え>基本僕、走って移動して、目的地に着いてたんですよ。で、歩くって、<え>その、他人と一緒に速度を合わせるためにやる行為じゃないですか。 それが必要なかったから、<laughs> あ小学生みんなそれするのみたいな、あその下校とかの時にみんなで話をして帰るために同じ速度で移動してるのね、で、これを歩くと人は呼んでるのだな、ふむふむみたいな、そういう感じだったんです。すごいっすね。すごいす、ね、うん、すごいっすね。だから、あの、僕、今でも、だから、その他人の人、まあその外国にいるのも人間観察が好きっていうもらって、 そう日本にいるときも、あ庶民でこういう感じで暮らしてるんだへーっていう、そういう感じだった思うんいそんな、そんな人がこの世にいるのは、なんか、すごい。なのであの、別になんか、まあ、仲のいい友達もいるんですけど、別にあの、なんか、すげえ頑張って仲良くしたいとかっていうわけでもなく、うん、仲がいいみたいな感じで。でそれって、どうして何、何をして遊ぶんですか ーーあ僕は一人でトカゲを捕まえるとかが大好きだったので、とその遊びに,とにであで姉がいるんですけど、仲悪かったんでああなので、自分が好きな遊びをするのに他人が必要なかったんですよね。で、トカゲを捕まえる遊びを多分誰か誘ったことはあるんですけど、どそれが面白いと思う人は多分他に全くいなかったみたいで。そうっすねあんまりトカゲを 僕もあんまり興味なかったですね <laughs>、うん。で、その素人と行くと物音立てたりするからトカゲ逃げちゃうんですよ。だから多分自分は一人でた、うん、遊んでる方が楽しいっていうのがあったんで。ああ、それいいなぁ。結構僕は結構人と遊ぶのが好きだった、ね、今も今もそうなんですけど。はいはいはい 結構や人とこう出会うっていうのが自分的にはこうなんかハッピーになれるお兄ちゃんがいる人と長男の差が多分そこら辺にある気がしててそのお兄ちゃんとか周りに自分より年上の同性がいる人って遊び方を教えてもらってこれが楽しいとかが教われるんですよね。うんうんうん 長男系の場合って、まあ、あのお父さん、お母さんとかが一生懸命あの世話してくれる人は別なんですけど、なんかほっとかれて、ね、うん、何したら面白いかっていうのを自分でなんか決めて探してっていうのをやるタイプが多いので、なので、長男の方がなんかおかしな、えー、ういう始める確率が高いっていう。あでも確かに、うちのお兄ちゃんも一人でいる方がなんか、なんかハッピーそうな気がします。 っていうのがあるので、なんか、あの、まあ、なんかそもそも子供の頃とかの,その状況で変わるのかなぁと思ったんですけど。なるほど、なるほど、それはあるかもしれないですね、兄弟構成とかで。ねえー